Good morning, everyone. How you doing? I'm Crystal from Honolulu. 2024 February 4th, Sunday. 皆さん、おはようございます。クリスタル松岡、ホノルルより発信いたします。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、とうとう立春、春の始まりですね。立春というのは、太陽の水瓶座が、真ん中の、度数15度に、来る時が、立春というふうになされるんですが、今日はですね、5時27分、夕方に立春を迎えることになります。そしてね、暦の上では、旧暦のお正月になります。ということは、本当にね、2024年のこの辰のエネルギー、星のね、動きを使って、この2024年行くぞっていう、運勢の流れも全てね、もう本当にね、この今日から、スタートになるといった感じです。はい、じゃあね、説明させていただきますね。今日はね、午前中は月、サソリ座にあります。そしてね、お昼11時 AM までなんですけど、この、サソリ座は不動宮なんですよね。ドシーンと月と同じく不動宮のお牛座さん、変革のね、星が今入っているお牛座さん、天王星に、火星がね、サソリ座に入っている火星、情熱とターボエンジンの火星で調停されます。要は不動宮で、変わりたくないけど、やっぱりもう時代はだいぶ変わってきてますよね。今プレキ、だと言っても、月、あの風の時代のね、かなり、日本はね、いろんなニュースがやっとって言ったら失礼なんですけども、いろんな、隠されてたことがどんどん出てきて、表日にね、なんかみんなも、あ、なんかこれは違うぞって、今までの時代とは違うぞって皆さん感じていらっしゃる方いますよね。年配の方でもね、そう、そんな感じで結局は変わらなきゃいけないんだけど、そこに調停といって、変わりやすい、ターボエンジン、が火星さんです。でね、11時 AM、 その後ね、夕方、3時、半には月がサソリ座さんからいて座さんに、変わっていきます。そうするとね、今まで不動宮でっていう、こう、あの一つの一点集中型、いい意味でね、そして、まあ、どちらかといえば動かない感じが、いて座さんになるとフットワークが軽くてね、気持ちもすごく広がり、意識もね、広がって、まあ、動きたいんじゃないかなっていう気持ちにもなると思いますし、気持ちがね、こうハートがぐわーっと開くような感じに皆さんね、夕方には感じると思います。そしてね、そのね、月とね、イマジネーションのね、海王星、そして今先ほどお伝えしたサソリにある、ターボエンジンの火星で、同じく、いて座さんに入る月とイマジネーションの海王星、そして、ちょうどね、今水星が明日、今火星にあるんですが、水瓶座に移動します。その水瓶座の入り口にドーンと風の時代の、ボス冥王星が構えているんですけど、この冥王星と、もう明日ね、入りきるね、水星がね、重なろうとしていますので、この月とイマジネーションの海王星、そして冥王星、水星が、それぞれね、2個ね、小三角形を作ってくれています。小三角形というのは、すごくスムースに私たちに力を変えてくれます。これはね、海王星、その先ほどお伝えしたようにイマジネーションしているだけでは無理ですよね。そこに行動力を、備わしてくれるのが、はい、月いて座、はい、行くよっていう感じでね、すごくね、火のエネルギーですしね、そこにプラスヤギ座の火星ターボエンジン、そしてヤギ座の水星、はい、そして冥王星、知性とね、コミュニケーションの、これをもってね、私たちをね、身軽にね、今日は意識も、アイデアもすごくね、軽くなって、そして、これ一番気持ちいいんですけど、イマジネーションはあれなんだけど、行動力が伴わない時ってすっごい葛藤じゃないですか。そこに行動力が、備わっていくといった感じです。あとはね、スクエアっていう葛藤も、結局これって向き合わされてるんだけど、今ね、水瓶座に入っている太陽、風の、新しい風の時代のエレメントの自立、太陽っていうのは自立、自己表現ですよね。はい、そこに、火星のヤギ座と火星の水星がスクエアっていう葛藤なんですけど、まあちょっと、新しい時代に
かは新しい時代のバージョンに動けれるんだけど、そっちに自分がどんだけ合わせていけれるかっていう葛藤なんで、まあ何はともあれ新しく変化変容していく時って、何でもそういう葛藤があっていいものが生み出される、要はいい自分が生み出される、新しい風の時代のバージョンの自分がいい感じでアップグレードされていくっていう感じなんで、この葛藤は悪い葛藤じゃないなっていうふうに、星の配置的にも思いました。はい、なんかねいい感じの、今日は日曜日を過ごせれるんでしょうか、過ごせれるのではないでしょうか。じゃあね、最後でみんなでシンクロするメッセージカード、龍神カードから1枚引いていきたいと思います。はい、はい、じゃあこれにしますね。おお、金龍、行動です。やっぱりね、今喋ったから行動って出ましたね。やはりね、春の始まりですし、本当にね旧暦のお正月、今日がなんかいい感じですよね。旧暦とか、ごちゃごちゃ昔はあるなと思ってたけど、本当に1月始まっても早々体がうまく動かなかったり寒かったりするじゃないですか。で、立春の時に旧暦のお正月って、結構最高ですよね。なんかもう本当動かなきゃいけないっていう感じで、動けれる気持ちに、まあもう本当にじゃあ動かなくてもいい、まだいいよって言われてももう動こうかなっていう気持ちになる感じでじゃあありませんか。皆さんもクリスタルはそんな感じなんですけど、はい、行動でもね、1月何も動いてないやとかね、今まだちょっと動けないなっていう気持ちがまだエンジンかからないなと思っても、これはね かなり主観なんだけど、そうそうめちゃめちゃエンジン奮い立たしてしなくてもいいんじゃないかなと思います。それぞれのタイミングがあって、例えばもう本当これは共通してると思えるんですけど、みんな変わっていかなきゃいけないし、変わらされてるんですよね。星の配置によりけりで、その変容度がかなり違います。本当に月とすっぽんぐらいの変わりようと、少し変わっていくっていう、もう変わることに慣れてきている人はね、少し変わっていくっていうのじゃ、もうすごいね、変わり度の変容の度数が違うんですよね、みんなそれぞれ。でね、めちゃめちゃ一気に脱ぎ捨てて変わるっていう、 A さんから B さんみたいな、どこにも共通点がないぐらい変わるように今、魂の計画でされて、それが行われている人っていうのは、反対にね、やっぱり変わる前っていうのは、お花でも咲く前に、土の中にいるじゃないですか。その時期が、短いと長いはあります。ちょっと変わるなら休む時間って考えたらね、その土の中の時代を短めでいけるんだけど、めちゃめちゃ変わる人は、長い時間が必要です。よくあるじゃないですか、すごい引きこもりで何年ぐらい引きこもってたんですけど、その後人生が大成功みたいな感じの話とかも時々あるかのように、本当にあれは本当だと思うんですよ。なんでまだって思ってる人とか、今外じゃなくて家の中で用意の時期だなっていう方ももちろんいると思うんですね。はい、なんでね、そんなにめちゃめちゃ自分を痛みつけるようなエンジンかける仕方はしなくていいと思います。あなたが知っていると思います。自分のことだからね、 I know で、これから水瓶座風の時代っていうのは、誰かの、情報とか、例えば悩んでる場合カウンセリングとか有名な、まあ、日本はないかもしれないけど、アメリカだとよく精神科医に行かれる方とかいるんだけど、 でも、まあ、ドクターがアドバイスしてくれて人生が変わる人もいるかもしれませんけど、これも主観的な考えですけど、答えは自分が知っているよって感じですよね。自分に問えば自分の宇宙があって、宇宙とコネクトできるので、はい、そんな感じでね、焦らないように、人それぞれ、風の時代次に大切なことは比較しない、周りと比べないということです。周りを見ていい影響を受けるならいいんですけど、周りを見て落ち込んだりとか、自分ってダメだなっていうような比較はやめましょう。はい、以上です。素敵なね日曜日をお過ごしください。Thank you for listening, everyone. Have a nice Sunday. 素敵な立春を、素敵な旧暦のお正月をお迎えください。